今本当にこう保険適用にもなって卵子凍結がしやすくなったと思うんですけれども、先生はその卵子凍結についてはどのような考えをお持ちですか？そうですね、卵子凍結も2つ種類がありまして、がん治療あるいは自己免疫疾患治療で抗がん剤を使うような場合、これは妊用性温存というふうに言って、現状では助成金の対象でやっています。でもう一つの卵子凍結が、若いうちに卵子を凍結しておいて、で、キャリアを積んでいいタイミングでその卵子を使って妊娠出産するという方法で、いわゆる受精してない未受精卵、未受精卵子を凍結する場合には、これは基本的には全て自費診療になっておりまして、その中で、がん治療の方等に関しては、治療が原因でそういうふうになっちゃうからということで、これも当時の菅内閣が助成金制度を開始されたと。でただ若いうちに卵子を取っておいて先々使いたいという卵子凍結に関してはですね、東京都が助成金を開始したと、あくまで東京都に限られる話であるというのが、日本においてあります。凍結した卵子が実際に出産にまで至る確率と受精卵が出産にまで至る確率って結構違うんですか？そうですね、僕もそれは昔疑問に思って、基本的に例えば凍結した受精卵等を使って妊娠出産までいくかっていう掛け算すると、受精する確率って大体方法にもよりますが、6割から8割程度。6割8割でも受精できるんですね。そうですね。で、受精卵がこのいい胚盤法というより良い胚に育ってくる確率が、これも統計様々ですが、大体4割程度、掛け算すると、卵子あたり2割程度がそういういい胚に育つと。で、いい胚を移植した場合の妊娠率がだいたい3割から4割程度、で卵子で凍結した場合は、その溶かした後にそういった受精と胚発生のところをくぐり抜けなきゃいけないので、そうすると卵子対受精卵で比較すると、どうしても妊娠率が見かけ上悪くなってしまうんですが、ただもともとのその受精卵も卵子なので、そこまで鑑みて計算すると、両者の間にそんなに妊娠率に差はなくてですね、なので言い方を変えれば、それぐらい今卵子凍結の技術が良くなっていて、十分いい成績が得られているというふうに、思います。その確率だけを聞くと、じゃあ卵子だけだったら凍結するの意味がないんじゃないかって思ってとどまってる人も実際に私の友人とかでいるんですけれども、長い目で見ると結局同じこと、同じぐらいの確率を卵子凍結も可能性を持ってるっていうことなんですね。そうですね。こういったことがなかなか日本で、進まなかったのは、おそらくその凍結した卵子を移植するときにですね、妊娠成績は卵子を取った時の年齢に依存するので、例えば20代で凍結した卵子を45歳で使った場合、妊娠成績は45歳の 5% 未満ではなくて、20代の時の 25% 以上の成績が得られる、この差を卵子の加齢っていうふうに呼んでいて、そういった意味で非常に有効な方法だと思うんですが、一方で出産にまつわるリスク、出血ですとか妊娠糖尿病ですとか妊娠高血圧、そういった合併症は全て出産する時の年齢に依存するので、そういった意味ではやはりたとえ凍結卵を作ったとしても、何歳で出産しても大丈夫とは言えないので、やはり凍結すること自体は個人的には全然いいことだと思うんですけれども、そういったリスクに関しての正しい知識をそれぞれのユーザーの方が得ていただく必要はあるっていう。そういう意味では、その年齢になる時にベストなコンディションを保てるように、そういう日々努力するっていうことも、健康を管理するっていうのも大事なんでしょうね。そうですね。あとは妊娠は一人ではできないので、やはりその女性だけじゃなくて、その時のパートナーもしっかりとそういった女性の健康に関する知識を得ていただくっていうことも大事なんじゃないかなというふうに思います。あとこう日常的に何かこうできること、例えばサプリを取るとかそういうことって個人でできたりしますか？そうですね、サプリも様々ありまして、代表的なものとしては葉酸、葉酸は、妊娠する前から飲んでいると、妊娠した時の赤ちゃんの、リスク、具体的には神経管改造症っていったリスクが優位に下がるということも知られているので、そういったサプリメントを取っていくこと自体は悪いことではないと思うんですが、中には我々プロからすると、このサプリ使っていると少し妊娠成績下がってないかみたいな、そういったものもなくはないので、なのでサプリの内服をもしされるのであれば、できれば診療施設の先生とも相談されるとよろしいかと思います。実際にエビデンスがあるのはそのビタミン D と葉酸っていうことですかね。そうですね、有効性に関するエビデンスが示す。他はただ他のものが価値がないと言っているわけではなくて、いずれも検証過程にあるものがほとんどですので、なので安全性が担保される範囲においてそういったものをトライするのはよろしいかとは思うんですけれども、安全性と費用負担、それぞれ、鑑みますと、やっぱり一度プロの意見を聞いてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。意外とその妊活一生懸命やってて苦しくてでふとやめた時にひょんななぜかその時にできたみたいなことも聞いたりするんですけれども、結構精神状態っていうのも、関係したりするんでしょうか？そうですね、不妊症に関しては不妊症特有の、軽いうつ状態とか、軽いストレスがかかっている、こういったことは海外ガイドラインでもまとめておりまして、本邦でもガイドラインまとめているんですけども、ストレスも不妊の原因の一因にはなっている可能性があると思うので、なるべくご夫婦がいい状態、メンタルの状態でいるっていうことは大事だなと思います。